いやよかったね。まあいろいろと問題はね多々ありましたけども、結果こうして無事に終わることができて非常に良かったと思います。クリスマス発表会いかがでしたでしょうか。来年もどうぞこの JTA をよろしくお願いいたします。本日はご来場くださり誠にありがとうございました。はい、ということでございまして、本日はお忙しい中、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。この団体は1年ちょっとですか、講師は僕と吉人が務めてまして、今回初めて間もない方、いろいろ何人かいまして、ここまでね、来れたのも、皆さんあってこそとことでございます。本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。端からじゃあ JTA の、 メンバー、ご紹介させていただきたいと思います。すいません。もうちょっと余ってましたけど。でもこれ、こう予定ではね、全部分かる。そうなんです。はい、今から。ああ、分かる。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 何が起こるか分からない。スイッチなんでね。スイッチなんでね。何が忙しくて。パチパチって。やりなきゃ。ちょっとうるさくないですか。うるさかった。ちょっと。そこで川上陽一郎って。ありがとうございました。よりよくしていただいてから、一緒に皆さんで作り上げていけたら幸いに存じます。この後、JTA もこれからですので、まだまだ活動資金というものが、足りなくてですね、帰りにお気持ちばかりでもいただけましたら幸いに存じます。出口の方で、募金箱の方を設置させていただきますので、多少で構いませんので、お気持ちをいただけたら幸いに存じます。よろしくお願いします。お願いします。本日は皆様ありがとうございました。ありがとうございました。
。